ようございます。昨日のアウェー FC 東京戦は残念ながら引き分けで勝ち点1をゲットすることになりました。 ACL の試合が終わってからしばらく期間が空いたので、ぜひ勝ち点3をゲットして優勝に向けて弾みをつけたいところだったんですが、残念ながらアウェーの地ということもあって勝ち点1を得るにとどまりました。しかしですね、また次の試合すぐありますので、気持ちを切り替えてしっかり優勝に向けて前に進んでいきましょう。そしてですね、今日はですね、ここ大和ゆとりの森に来ております。大和市はですね、横浜 F マリノスのホームタウンにもなっておりまして、こちらの袖にもしっかりと大和記載が入っております。今日はですね、マリノスのふれあいサッカー事業部が主催しているエンジョイフットボールに参加するためにこちらに来ております。今日はですね、特別にマリノスの OB の方もコーチとして参加してくださるということなので、それも楽しみにしております。それでは行ってまいりましょう。危ない。エンジョイフットボール無事終わることができました。今日参加していただいたマリノスの OB のコーチは富澤コーチと兵藤コーチ、お二人が参加していただきました。お二人とも現役の頃から応援していた選手だったので、一緒にですね、プレーできたっていうのは非常にいい思い出となりました。特にですね、富澤コーチがディフェンスに来ていて、そのディフェンスをうまくかわして兵藤コーチにパスを出すことができた、これはですね、自分にとっても思い出に残るプレーとなりました。このエンジョイフットボールなんですけれども、マリノスのふれあい事業部が企画しているイベントです。今日参加していた方々もいろんな年代の方々がいましたし、女性の方もいらっしゃいました。サッカーのプレーのレベルというのはいろんな方々がいらっしゃったんですけれども、ふれあい事業部のコーチの方々がですね、どなたでも楽しめるようにうまくプログラミングしてリードしながらやっていただけるので、ぜひ参加したことがない方、興味のある方、マリノスのホームページに予定が出ておりますので、応募してみてはいかがでしょうか。スタジアムでマリノスを応援することだけではなくて、こういったイベントに参加する、そういったことでマリノスのサポーターのコミュニティを広げていくというのも非常に有意義なことだと思います。ぜひ興味のある方、参加してみてください。